ありがとう。やっと楽になれる。でも失敗したら大変だよ。あ、やっぱあるんや。そんな心配しなくても大丈夫。簡単だから痛くないし。わかった。でも何かあったらすぐおじさんたちを呼んでね。うん、大丈夫。最近痛みが増してるんだけど、今日は調子がいい方だよ。そうなんや。こうしてマックスと一緒に過ごせるだけで本当に幸せ。あ、ごめん、エモいしキモいよね。いや、いいよいいよ。せいかな。キモくないよ。他に必要なものある？何でも言え。あ、さらにエモキモで悪いんだけどさ、そこにアルバムがあるから撮ってくれるかな。アルバム。子供の頃にマックスと一緒に撮った写真が見たいの。はいよ。大丈夫、エモさなら私の日記に勝てないから。それにクロエと一緒に写真を見るなんて断れるわけないじゃん。どこやった？え、どこにあんの窓。庭を見て子供の頃を思い出したりするの？もう芝生の感触もわからないなんて。アルバムってどこにあるの？あ、これか。はい、撮る。はい、クロエ。はい、フォトアルバム。見える？バッチリ。私たち、こんなにちっちゃかったんだね。お人形みたい。うん、これは東大に行った日だね。パパにめちゃくちゃ怒られたよね。反省しなさいってさ。なのにクロエ笑うんだもん。うちなら感動だよ。これまたさ、あの写真出てくる？ひょっとしてあの写真出てくるんちゃうんか。出てけへんかな。あ、これいい写真だね。海賊ごっこした時のだ。結局町を乗っ取ることはできなかったね。あ、無理や。マックスならできるよ。無理無理無理。何？ページをこれめくっていったらいいんかな。懐かしい、パンケーキ作った時だ。左側にあるね、写真。大好き。パパがこれを撮った日から、ね、まだたったの5年か。私には昨日のことのよ。これさ、あの写真で戻れるとか言っとして。だったらいいのに。違う？うん、これがありません。もしかして。そう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 。もう一度。そう、いけんちゃん。あのね。何？私は呼吸器系が弱ってて、うん、その回復の見込みはないの。お医者さんが話してるのを聞いちゃったんだ。私は死を先延ばしにしてるだけなんだよね。うん、パパもママも私もこれ以上は苦しむだけ。私はそんなの嫌だ。何が言いたいのお前。何が言いたいの。私ね、またマックスと一緒になれてもう思い残すことがないんだ。街を二人で駆け回ってた、何でもできた子供の頃みたいな気分をもう一度味わいたかった。待て待て待て、変なこと考えてんじゃん。今日その願いが叶ったよ。だからこれを最後の思い出にしたい。わかる？いや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 。うん、でも点滴のメモリを11に上げるだけでいいの。またあかんやろ、布団やったら。引き受ける、断る、わからない。わからないっていうのあるのがまた面白いな。引き受ける。あかんよね。死んでまうよね。断らなあかん。けど、わからないっていうのもなんか怪しいな。ちょっと、こっちやってみようか。クロエ、私にはどうしたらいいかわからないよ。うん。学校の友達にね、全部終わりにしようとした子がいて。K とか。私はその子を救おうと全力を尽くしたの。私にはこんなことをする権利はないよ。うん、きっと別の方法があるよ。マックスはその子を見捨てなかった。それで？そうだよね。私も同じこと頼んでるだけ。クロエを助けてあげたいよ。でもこんなのは間違ってる。マックスは自分で選べる。何かを決心したら行動すればいいだけ。でも私は
何から何まで人任せ。最後ぐらい一番重要な決断は自分で下したいの。だから力を貸して。これな、まあほんまはダメなんですけど、俺思うんですけどね、これ多分写真あったじゃないですか。あの写真だから戻れると思うんですよね。はい。だからこれ引き受けるでいいん違うかな。なんかね、こんなちょっと聞いてたらね、暗くなってしまいますけど。ほんで戻れる。うん、多分やけど、あの写真があるからね。クロエ、このまま眠っちゃうだけ。マックスの夢を見て幸せに。どうするんやって、俺引き受けてもうたけどさ、けど多分戻れるやろ。うわぁ、ありがとうマックス。写真家の夢きっと叶えたよね。私を忘れないで。バカ、写真見ろ写真見ろ写真見ろ。また会おうね。いや死ぬ前に見ろ写真。すぐに会えるよ。すぐ会える、写真見ろ。どうなる、写真見ろ早く。え、見えへんの写真。ちょっとこれ多分写真見れると思うんですよね。ちゃうかな。あ、動かせる。やっぱり写真にフォーカス、これやろ。おじさんごめん。この世界はな、無理やったいうことや。こう戻れるよね多分。おっしゃ、行くぞ。行ける行ける。行ったんちゃう行ったんちゃう。無理。行ったんちゃうか行ったんちゃうか。無理か。お、来たね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 。オッケー、戻るぞ。戻れるやろ。いや、無理か。いけんちゃうか、いけんちゃうか。どうなりますか。お、パパね、最新のパソコンを買うんだ。ここに戻ってきたんか。平気だったかい。アルバム行きだな。もしもし。で、親父には死んでもらうと。え、ごめんな、多分そうやろ。そんなに荷物が多いなら車で迎えに行くよ。くそ、鍵はどこに行った。汚い言葉、一ドル罰金。どうしたらいいんだ。大学資金な。鍵は発見。こんなところにいたのか。ごめんな親父。あとワインの試飲会。ああ、戻られへんぞもう。言うこと聞かないと。ママ特製のサーモンサプライズとチョコレートケーキは。ごめんな親父。マックスはどうするかい。マックスはいるの。そうだろうな。こうせえへんとクロエがああなるんですよね。マックス泣いてる。今日のマックス絶対おかしい。もう会えないみたいな感じ。クロエ、本当にごめんね。なんとかしようと頑張ったんだけど、でもな、どうにもできない。ごめん。何の話かさっぱりだけど、元気出しなよ。私、マックスがいてくれて本当に嬉しいよ。親にも友達にも恵まれて不満なんて全然ない。一生友達だよ。大人になってもずっと一緒にいようね。いやね、お願い。何があっても自分を強く持ってほしい。ぐれないでほしい。私がクロエのそばにいなくても、私はずっとクロエを見守ってるから。素晴らしい。いつだって味方だから。いつだって。おお、はい。どうなるんですか。え、また別世界行くの。
どうやったかな、どこの世界におったんやったかな。寮か、寮、自分のあの部屋やね、確か写真見たのちゃうかった。どこに行くねん、ほんで。あー、これ親父の車か。これクレイとレイチェルかな。いやー、この写真わかんねえ。あ、膝切れるところね、これ姉さんに。どうなるんや。お、何これ、自分の部屋どこ。どこやどこやどこや、何ん。おお、いますやん、マックス。待て、どこやここ。お、クレイの部屋か。よかった、生きてる。オッケー。おい、なんだよ、あのキスはそういうんじゃないぞ。嬉しいの、クロエが元気そうで。うん、それ嬉しいわ。なんか気持ち悪いな。おかげで目が覚めたけど、徹夜で探偵ごっこしてたせいで頭ぼーっとしてたからさ。いいこっちゃ。てか、この話したよな。私が寝てる間にまたなんかしたか。してないよ、私もぼーっとしてるだけ。いつも通りの風景に帰ってきたんだ。よかった。はい、どうしたらいいんかな。ボードを見て、これまでに分かった情報を整理しよう。ボードって何ですか。クロエ、あ、クロエ写真撮れんの。この写真なんか意味あるんかな。はい、待て、そんなことで、ボードって何。ボード分からないな。ボード、ボード、紙、これか。プレスコット家を追求する記事なんて初めて。うん、やった。ボードってこれか。いや、ボードってどれ。あ、ボードってこれですやん。調べる。なんかいろいろやってんねんな、これ。必要な情報が足りてない。足りてない。やるべきことは3つある。うん、 OK。 あ、何のこと。まずフランクの手帳の解読、うん、それからネイさんの電話を手に入れて、ボルテックスクラブのパーティーの日にどこにいたか探る。それからチャットのログも調べる。考えとんの。クソ親父からフランクとネイさんと暗い部屋について聞き出す。銃もあるしな。銃撃つなよ、お前。しまっておいて、そんなもの使わないよ。クソ親父を殴って巻き戻せば。はいはい、わかりましたよ。この力は無駄遣いできないの。うん、とにかく慎重に使わないと。いやね、まあ金が手に入ったからいいけど。金、あれは例外。フランクは危険だからやむを得ずだよ。分かってる。それじゃあマックスはガレージを調べてくれ。はいよ。私はネットで誰がどことつながってるか探ってみる。はい。クソ親父には気をつけろよ。まあ昨日の様子じゃ仲良しみたいだけど。やめてよ。あー、そうやね、肩持ったからね、親父の。ほんとこれ出たらいいかな。こんな力、むやみに使うのは危険すぎる。そうやね。過去をめちゃくちゃにするのはやめて、うまく現実を乗り切らなきゃ。うん、ほんまにそうやな。ちょっと出ますわ。はい、どうしたらいいんかな、これ。どこ行けって言ってた。あ、これモルヒネあった部屋やね。これなんかある。何もないか、別に。ないよね。下に行ったらいいんやったかな、確か。はい、1階に行きます。このガレージに行くんやったかな。向こうから鍵がかかってる。え、無理なんや。あ、ウォーレン。はい。
お前元気にしてんのか、ボーレン。はい。こいつとのメールの内容は全然読んでないですけどね。はい。はい。どこやったかな。ガレージやったよね。ちゃうかった？あ、ここか。ここ行ったらいいの？ここやね、ガレージ。車の修理終わったんだ。新しい手がかりが見つかるかも。そうやね。親父やろ、これ。はい。これが今の、ほんまの親父ですね。もう話しかけた。お、ここは男の隠れ家なんでな。そうなんや。女子は立ち入り禁止だ。はいよ。なんかあるか？段ボール箱、見る。悲しいな。また、おじさんに会えて嬉しかった。今のクロエも会えたらいいのに。せやね、なんかあるかな。メモ、メモ。デイビッドは、姉さんを何かで助けた？姉さんの父親はどう関わってるの？はい。まあ、なんか見ていこうか、ちょっと。チラシ。デイビッドもこんなパーティーに行くのかな。お前も行くねんやろ、多分。なんかあるか？なんかロッカー。すごい頑丈そうな錠前。デイビッド、一体何を隠してるの？なんかあるかもね。見る。ああ、アオカケスの卵だ。板をどけたら写真が撮れるかな。板をどけたらいいんやろ。ごめんね。一枚だけ撮らせてね。撮らしてくれ。はい、写真で今出てたよね。アルカディアベイ自然シリーズにもう一枚と。はいよ。はい。何かありますか？あ、ここの鍵開けとこうか。はい、開ける。いやいや、まだいかんでいいぞ。ちょ、待ってね。まだ俺多分やることあるよね、ここに。何かあるか？何もない？何か。あの時はかばってくれてありがとうよ。いいよ、おまっぷたんな。ファンエステートの防犯カメラ？きっとデイビッドはブレスコット家とも関係があるんやろね。お、お、巻き戻すの？ちょっと待って。にゃー、あいよ。あ、もうちょっともうちょっと、あいよ。はい、スキップ。はい、巻き戻したね。俺もマップこれ見たことなってんねやろ。喋ろうか。おい、こら、マックス、人のものに勝手に触るな。切れたね、いきなり。なんとかして、デイビッドをガレージの外に出さないと。女子は立ち入り禁止だ。見たよね、これ。ファンエステートの防犯カメラ？きっとデイビッドは、ブレスコット家とも関係が。メール。署名に協力すればよかったかな。安全とプライバシーなんて、もうどこにもないよ。え、また怒んのか。あ、取るってやったかね。見る、見る。これぞ王家の鍵っていうか、ロッカーの鍵。喋ることはできへんのか。取るって言ってもダメやね。待てよ。ヒューズボックス、ヒューズボックス。これのやつ。お、いいね、これ。鍵を盗むところを見られたら大変。ここは忍び足で。オッケー。嘘だろ、こないだ直したばかりだぞ。オッケー。おい、何かヒューズ直せよ。取りますよ。取る。やった。はい、これで戻ったらいいんかな。これで上に行ったらいいんかな。デイビッドをかばっておいておじさんのことは諦めるなんて、クロエが聞いたら許さないな。どうなの。はい、2階に行きます。ガレージを調べずにクロエのところには戻れないよ。あかんねや、調べなあかんねや。隠れ家なんてな、女子は立ち入り禁止だ。はい、この鍵をここに使うんか。お、いいね。鍵さえ手に入れば。え、これやろ。おっしゃおっしゃおっしゃ。何やる。お、何や。
地図、メモ、位置情報にケイとネイさんの写真、やった。ストーカー名ほんまこれウォーレンしばかれたもんな。一回車のナンバーとか全部あれやね。うわぁ、マックスの写真ある。オッケー、オッケー。大収穫、クロエのとこに戻ろう。戻ろう。これショートカットできるよね。はい、クロエを呼ぶ、はい、クロエ。ねえ、まだ寮に戻らなきゃ。収穫はバッチリ。秘密のファイルを発見したの。発見したよ。ケイトとネイさんとレイチェルの、あと場所を示す座標もあった。デイビッドは本気で何か調べてるみたい。やっとるね、あいつは。見つかるとやばいから早く行こう。うん。寮に戻る前にケイトのお見舞いに行っていい？元気にしてるかな。いやー、ほんまクロエが元気で嬉しいわ。俺もうあんなクロエ見たくないからな。ちょっとおっさんごめんな、ほんま。ケイトはこの階のはず。はい。病院は嫌いなんだよ。そうだね。でもケイトのことを思うと、面会できるようになってよかった。うん。少しは落ち着いたかな。マックスに会いたがってるよ。埋まってんだろ。だといいけど、なんか緊張する。ただそばにいてやればいいんだよ。私は外で待ってるからさ。こないだケイトの電話に出たからってブチギレて悪かった。怒ってたな。確かにマックスが正しかった。せいであの子はひどい目にあったんだろう。思いやりや。でもマックスが助けた。はい。私と同じようにごめんな。ありがとうクロエ。でももういいよ。私たちチームでしょ。チームだな。ケイトにうちらが仇を取るって言ってやりな。そうね、そうする。ここ入るんかな。勝手に入ってくれる。毎度ケイト元気そうやん。マックス。ケイト、もう会えないかと思った。私バカなことして本当にごめん。いいよいいよ。ケイト、いい。ケイトは何にも悪くないんだよ。悪いのは他の人たち。うん。ケイトに会えて今私がどれだけ嬉しいか。本当によかった。聞いたら変かもしれないけど調子どう？どうなんや？マックスが来てくれたからずっと良くなった。あの時は本当にありがとう。私もうどうしたらいいか分からなくて。そうなんや。でもあなたがどれだけ心配してくれてるか気づいたから、私は一人じゃないって信じられた。いいね。マックスのおかげだよ。助け合いや、助け合い。ケイトにはもうたくさんの味方がいるんだよ。そうね。どれだけ手紙やハガキが来たことか。お花は私にはもったいないから他の患者さんにだいぶあげちゃったけど。すごい。風船だけは取っておくの。そうなんや。看護師さんがペンと紙をくれたから絵も描いてる。ケイトの絵好きだよ。しばらくは暗い絵ばかりだったけど、いじめについて絵本を作ることを思いついてね。へえ。写真も入れようかなって考えてるところ。私にその本のための写真を撮ってほしいってことかな。わかりにくかった。写真といえばマックスでしょ。それとね、明日家族が来たら退院できそうなんだ。あ、そうなんや。よかったね。みんな元気。私を一生守るって言おうよ。いいね。今度のことがショックで多分後ろめたい気分なんだと思う。ブラックウェルのみんなからもたくさん手紙が来てびっくり。ほう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 。ダニエルに、ジェファソン先生に、ビクトリアまで。ビクトリア。それも上辺だけじゃない気がする。うん。人を信じることは大事だよ。うん。なかなか難しいけどね。この絵だってほんと大変。はい、これで動かせんのか。何？絵本なんかいっぱいあるね。見る。感想を書くのも続けてるんだね。はい。けどほんまに元気そうやね、ケイト。ケイトの描くキャラ大好き。もう他は何か
すごくいいね、ビクトリアまで。でも姉さんはなしか。姉さん何目的だよね。ナイツビクトリアは女王様気取りだけど本当は悪い子じゃない。そうなんや。これは何や、手紙。ウェルズ校長もこういうこと書くんだ。もうないよね。はい、話します。ケイト元気そうだね、よかった。何もかもマックスのおかげだよ。何か聞きたいことがある顔してるけどどうしたの。これ喋ってたいんか。お前元気にしてんのか。ケイトとおしゃべりしたくて。今週はお茶できなかったしね。じゃあ埋め合わせに今度ポートランドまで喫茶店ツアーにでも行こうか。いいね。ついでにウォーレンも誘ってみたら。ウォーレン、彼のことどう思う。いいね、この質問。ウォーレンのことどう思う。頭が良くて面白くて優しい人だと思う。ほう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 。かっこいいしね。絶対マックスに気があるよ。あるやろな。週末デートに誘われてるんだよね。へえ。どうなることやら。でもこんな時に男子と出かけてていいのかな。ううん、行くべきだよ。ケイトが行ってくれれば恋の悩みもあっという間に解決だね。マックスには幸せになってほしいから。あとはこれみんな回っていくんかな。これどうなんやろ。ビクトリアの手紙見たよ。どう思う。どう思う。ビクトリアは確かにその意地悪なとこもあるけど、全ての罪は許されるべきだと信じてるから。ほう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 。彼女もきっといろいろな悩みを抱えてるんだと思う。私もビクトリアがペンキかぶったところを写真に撮って悪いことしたな。反省してる。そんなことあったんだ。反省なんかしなんでいいよ。でもなんでビクトリアは意地悪するのかな。そういう人だから自信がないんだよ。自信がないんだよ。劣等感があるから威張ってないと不安なんだと思う。なんでかな。もっと自信持っていいのにね。ビクトリアを救ってあげられるとしたらケイトしかいないよ。お、仲良しなの。仲良し。もっと根が深い問題だと思う。へえ。姉さんか。姉さんが犯人だって証拠をもう少しでつかめそうなの。姉さんには叱るべき罰を受けさせなきゃ。叱るべき罰。これ以上犠牲者を増やしちゃダメだよ。ほんと退学にしてやれなかったのが悔しいよ。まあ、ケイトもね、姉さんのせいでこうなったからな。姉さんのお父さんがそんなことさせないと思う。うちの親よりひどいよ。姉さんは今どうしてるの。そのクラブやろう、多分。しれっと今夜のパーティーに顔出すつもりじゃないかな。あれだけのことしてお咎めなしなんて。私に任せて。姉さんの部屋番号さえ分かれば忍び込んで証拠を探せるんだけど。私も協力する。部屋番号を調べてスマホに送るよ。お、ありがとうケイト。頼りにしてるよ。これ以上姉さんを野放しにできないよ。そろそろ行くね。捜査を進めなきゃ。捜査とかなってんな。元気な顔を見られてよかったよ。ありがとう。マックスは優しいね。ウサギの世話もしてくれて。マックスはほんまにいいやつやね。アリスによろしく伝えて。はい、アリスってまず誰や。もうこれ出たらいいんかな。どこから出んの。病院を出る。はい。おう、クロエおる。どうだった。元のケイトに戻ってきてる。よかった。来てよかったな。ついてきてくれてありがとう。次は姉さんのお見舞いに行くとする。姉さん、あいつは嬉しがらないだろうけどな。しばこしばこ。